普段は、毎週火曜日の10時から午後2時までにここの子育て広場を開放しまして、自由遊びとあと工作をしたり、その時の季節のイベントをやったりしています。今日はクリスマスが近いということだったので、親子で簡単に作れるカップケーキのクリスマスケーキを作りました。子どもたちもすごい笑顔なんですけども、お母さんたちの笑顔が見れたのがやっぱりすごい良かったなって思います。はい。親御さんたちの情報交換や、あとまたおじいちゃんおばあちゃん、お孫さんを育てて、お世話しているおじいちゃんおばあちゃんの交流の場にもなればいいなと思って、はい、開いております。まだまだ今週1回ということなので、ずっと開けててほしいという要望もあるので、スタッフが増員すればもっと活動が広がるのではないかなと思っています。山本町はまだまだちょっと子どもが少ないって言われてるんですけれども、残っている子どもたちを大切に育てていきたいなっていうのもあるので、皆さんが楽しく暮らせるような街づくりに協力できたらいいなと思っております。毎週楽しみにして参加させてもらってます。何して楽しかった？誕生日。誕生日楽しかった。昨日誕生日楽しかった。誕生会してもらったのね。私たちの活動は町内のにいる、まだこの施設を知らない人で、お母さん、それからおばあちゃんが見てる子さんたちに最初は来てほしいんです。その後でもちろん、施設もこんなちょっと狭いので、まず町内にいる方を中心に来てほしい。今呼びかけ中です。そうですね、被災されて町外に越されている方もいるので、そういう方もぜひ遊びに来て、被災して向こうに行っている方も、山本町の人でね、もう来ていただいているので、活動は週1回、毎週火曜日の10時から2時にこの子育て広場を開催しております。で、詳しい案内とはちょっと町の広報とか、あと Facebook 等で配信しておりますので、皆さん見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ポーズ、はい、ポーズ、ママも笑って、はい、はい、OK です。